こんにちは、ミッチーと元保護猫ね、うちの可愛い飼い猫のサプキーです。今はブラッシングタイムなのでブラッシングをしながら楽しそうと思っているんですけれども、今回はですね、東京にグルメ旅というのか、まあお酒メインと言った方がいいのか、まあ、いろんなねお店に行った様子をお伝えしたいなと思っています。いずれもね名店ばっかり行ってきましたので、まずはね新宿にあるジャズ喫茶のダグというところに行ってきたんですけども、こちらはですね、ジョン・コルトレーンとかね、ビル・エヴァンスとかアート・ブレイキーとかね、名だたるジャズジャイアンツのね、写真を撮ってきたジャズフォトグラファーの中平穂積さんがオーナーのジャズ喫茶なんですけども、またこちらね、村上春樹さんのね、小説のノルウェーの森でもね、登場したお店で、主人公とね、緑がウォッカトリンクとかね、トム・コリンズを飲んだお店ということで、まあ、とても有名なお店でもあるんですけれども、こちらでね、オリジナルのカクテルをいただきながら、ダグッドサンドっていうね名物のサンドイッチなんですけども、まあ、そっちをこういただいて、でね、他にもね、虎ノ門ヒルズにある虎ノ門蒸留所というところで、なんとジンとアブさんが作っている蒸留所なんですけども、すごいのがね、この虎ノ門ヒルズって本当にね街中なわけですけど、ここで蒸留をしているというね。で、虎ノ門横丁っていうね、いろんなお店が集まっているところがあるんですけども、まあ、そこの中にあるということでね、まあ、料理所に、居酒屋って言っていいのかな、まあ、そうね、飲み屋が、併設されてるんですけども、まあ、そこで、ジンやハブさんをはじめとした様々なカクテルとかね、あとトッピーっていうね、ホッピーをこう、もじったね、ジンの、ものを飲むこともできますし、すごいね、ここね、リーズナブルでね、とても料理美味しかったですし、普通にね、近所にあったら全然普段使いで行きたいなと思えるぐらいね、まあ、お店もおしゃれですし、いいなと思ったんですけれども、でね、今回、銀座の黒田桃園というところで、僕がとても長くさせてもらっている、愛知県のね、瀬戸市を代表する陶芸家の寺田哲平さんという方が、個展を開いていたので、ね、そちらにちょっと遊びに行って、その後でね、一緒に近所にあるもう名だたる、ね、バーテンダー、世界中のバーテンダーに尊敬されているレジェンドの毛利隆夫さんが、オーナーのね毛利バーグランに行ってですね、で毛利隆夫さんも超絶世界中から飲みに来ると言われている、ね、伝説のマティーニとあとハバナマティーニを、ね、飲んで、今回特等席で、ね、飲むことができたので、所作もね間近で見ることができましたし、久しぶりにね、テラス席なんかも案内していただいたりとかね、で、その後にはね、銀座の森バー、もう同じ銀座にある森バーのね本店の方にも行ったりとかでね、もう大満喫をのこの東京グルメ飲み旅というものを来てきまして、もうね、素晴らしいたくさんあったのでね、ぜひこちらね最後までご覧になっていただいて、お店の参考にもなるかなとも思いますし、一流のお店の雰囲気をね楽しんでいただければなと思います。それではどうぞ。はい、それでは早速虎ノ門ヒルズからスタート。こちらが虎ノ門横丁、いろんなお店が立ち並んでいて、歩いているだけでも楽しいです。こちらが虎ノ門蒸留所。この虎ノ門蒸留所は岐阜県郡上八幡市にある大人気の蒸留所、アルケミエ辰巳蒸留所で基礎を学んだ市場哲平さんが手掛けている蒸留所です。こんな大都会のど真ん中に蒸留所を作るっていうのがすごいですよね。そして蒸留所に隣接している居酒屋&バーで虎ノ門蒸留所で作られたジンやアブさん、そしてそれらを使ったカクテルなどをはじめとしたお酒や料理も楽しめます。この今見えているところで料理を作られているようです。最初は違う店かと思いました。で、こちらがドリンクのメニュー。もちろん虎ノ門蒸留所のジンやアブさん以外にもお酒を楽しむことができます。料理もめっちゃリーズナブルで居酒屋って感じ。こちらがお通しの枝豆。ビールの次はトッピーというホッピーのジンバージョンを頼んでみました。ポテサラや手羽先、
そしてメンチカツなどどれも本当に美味しかったです。近所にあったら本当通ってるな。でこちらがテラス席、夜だったらここで夜景を見ながら楽しむのもありですね。いやいいお店だった、また来よう。でも本当にねこの通りいろんな面白そうなお店があって目移りしちゃいます。そして次の日、新宿三丁目にあるジャズ喫茶&バーダグへ。多くのジャズジャイアンツを撮影したジャズフォトグラファーの中平穂積さんがオーナー、村上春樹さんも通い小説ノルウェーの森でも登場する名店です。店内には中平穂積さんが撮影したジョン・コルトレーンやハートブレイキーなど名だたるミュージシャンの写真がたくさん飾ってあります。いつもはノルウェーの森の主人公や緑と同じくウォッカトリンクやトムコリンズを飲むのですが、この日はオリジナルカクテルとラグッドサンドをいただきました。銀座に場所を移して黒田桃園で開かれていた愛知県瀬戸市を代表する陶芸家寺田鉄平さんの個展に行ってきました。こちらは動物をモチーフにした書記、ほんと素晴らしい器、釉薬がたまりませんね。最後は寺田鉄平さんと記念撮影。続いては世界最高峰のバーの一つモーリバーグランへ。モーリさんの一流のマティーニの所作、とくとご覧ください。世界最高峰のマティーニ。
こちらがマティーニと並ぶ名物のハバナマティーニ。そして合間に桜の木が見事なテラス席を案内していただきました。ここで座って桜、ここに桜が見て、すごい。そうなんです、ここマジですごいんですよ。本当ですね、確かにそうなんです、両方見えるんですよ、スカイツリーとあの東京タワーが。これめっちゃマジすごくて、ね、あのここでカクテルも、そうですね、これは素敵な、すごい、あの辺、でもこれ、あ、雨が降った時の片付けは、いやもうだからあのテントだけだから、はい、振り込んじゃうんで、雨降ったらもう、はい、楽しい、だからもうみんな片付けない、はい、大変です、もう見えちゃう、そうですか、もう片付け、いや、いいっすよね、でもこうマジでいいと思いますもん、いいよね、ここに桜が咲きますからね、だってそんな宝石とか超もう、なんでこんな大きくなるんだっていうか最初でこれぐらいだったんですよ、桜が、超ぐらいだったんですよ、こんな上までもう伸びてる、ちゃんと生きてますよ、こんなね、1メートルぐらいのところで、ね、何してんだろうって、そうですね、肥料どうするんだろうって、全部園芸の人が面倒見てくれて、すごいですね。モーリバーを堪能した後は、モーリ高尾さんと一緒にモーリバーの本店へ一緒に行ってはしご。こちらでもマティーニをはじめとしたカクテルを楽しみました。
バーの中央に飾られたモイズ・キスリングの絵が存在感を放っています。そして飲んだ後は定番のラーメン。本当に楽しい一日になりました。はい、というわけでこの東京の、グルメ飲み旅の様子いかがでしたでしょうか。本当にね、いずれのお店も名店なわけですけれども、まあね、本当に行く価値があるお店かなとめちゃくちゃ思いますし、ぜひね、体験していただきたいなとも思うんですけれども、まあね、今回は本当にいろいろとね、東京を回ったりとか、この後にね、新潟の柏崎のね、花火をちょっと見に行ってるんですけども、こちらも素晴らしい花火で、もう超おすすめなんですけど、まあね、引き続き、そんな、映像もね、ご覧になっていただければなと思いますし、僕は全国ね、本当にいろんなところにこう旅に行っていまして、まあもちろんグルメもそうですし、まあワイナリー、酒蔵から蒸留所、でね、まあ温泉、秘境、観光名所、本当にもう、様々なところを言ってるんですけども、僕はブログもやっていまして、ミッチー王子と呼ばないというタイトルになってるんですけども、こちらでもね、YouTube でご紹介したところももちろんですけれども、ブログなどのことも、ね、書いていますので、合わせてご覧になっていただけるとね、多分の参考にもなるかと思いますので、ぜひご覧になっていただければなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録のボタンをポチッと押していただけますと、僕のテンションが上がってやる気になりますので、ぜひ応援の方でよろしくお願いします。それでは他の動画もぜひご覧ください。じゃあ、バイ。